クリームパスタ、ベーコンと、大きいしめじですね。大きいしめじとクリーム、これも美味しいです。あのニンニクの芽と思って調理すると全然いけますね。独特のえぐみとかそういうのが出てくるかなと思ったけど、そんなに心配ないです。生でもこれも生のまんまこうベーコンとしめじの後に入れて白ワインでフランベしてから軽く覆面煮みたいにしたんですけど、全然えぐ